はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルフィッシュです。では今回はギレンの野望セガサタン版キャスバルのネオジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、オデッサ攻略作戦を発動して無事にその攻略を終えたというところまでプレイを進めました。で今回実はですね、裏でせこせこ進めまして、残り連邦軍の拠点ジャブローのみというところまで進めています。特に苦戦するような場面はなかったんですけども、あえて言うんだったらカリフォルニア、ここがですね敵の数が多くて少し苦戦をしたかなというのはありましたが、それ以外はね特に苦戦することもなく、順調に連邦軍の拠点ベルファスト、マドラス、トリトン、ハワイ、北京と攻略を進めてですね、北米までやってきたというところになります。今回じゃあジャブローにね攻略戦を仕掛けていくんですが、まずですねシャアはシャア専用ゲルググに乗り換えてもらっています。もちろん G3 ガンダムの方が、まあ、正直強いんですが、それでもシャア専用ゲルググも十分に強いので、シャア専用ゲルググに乗り換えてもらって戦う。でセイラさんに G3 ガンダムは返したというところです。でモビルスーツの編成もですね、前衛にモビルスーツとしてはゲルググの試作機を置いて、で中衛後衛にドームを配置するというね、そういうモビルスーツの編成、さらに図獄隊も動員しているというところですね。でシャリアブルは引き続きアッザムに乗ってもらってます。でララーとクスコもですね、もう宇宙から降ろして今ゲルググに乗ってこの地球上での戦いに参戦してもらっています。では最後ジャブローの攻略戦進めていきます。では部隊をジャブローの方に侵入させました。ここはねジャブローの地下基地という設定になっているので、まあ、地下への侵入経路というのが3つに絞られています。この3つのね入り口から中に侵入していこうという作戦です。で今回第1陣ということで約半数ぐらいのモビルスーツ隊を投入させています。で次のターンでさらに倍ぐらいのね、戦力にすることができますので、まあ、2回に分けてね攻略ができればいいのかなというふうに考えています。で隊列は先ほどご紹介ご説明した通りですね、前衛にプロトタイプのゲルググ、これは1機編成のものです。で中列後列にドムという編成を中心に行っています。それとズゴックですね、やっぱりここはドムがねすごく優秀ですよね。ここまで順調に攻略が進んだ大きな要因はやっぱりドムが地球侵攻作戦のタイミングで、ちょうどね生産できるようになったというのがすごく大きかったかなと思うので、まあ、ドムはやっぱりそういう意味でもむちゃくちゃ偉大ですね。ズゴックはねこのまま川を渡って侵入できるんですけど、ドムだけはね輸送してあげないと中に入れない、川で囲まれてる、まあ、天然の要害とでも言うべき場所になってますからね。まあ、そういう意味で言うと昔ながらの日本の城、まあ、いわゆる堀ですね、まあ、空堀はともかく水堀に関してはこの時代宇宙世紀でも有効だっていうのがねまさに証明されてますね。アンザムは中に侵入ができないので、ここから策敵なんかをして、敵の状況を見極めましょう。もうこれ策敵ができるっていうのもすごいですよね。この外から策敵をするっていうのが、ここにいるドムがねちょっと中に入れないので、ホワイトベースかペガサスで輸送してあげる必要があります。さあシャアを拠点に置きました。まあ、ただ四方八方から攻撃を受けるとやばそうなので、今回は攻撃はせずに防御に徹して、この拠点の確保をしてですね、後続のドム隊、あとはここにはララーが
入ってきてくれていますので、ララーのゲルググもうまく適用で格乱に使いたいと思います。さらに頭獄隊も取り付いていますし、この後ここにいるドムもホワイトベースで輸送して中に入れたいと思います。ここはね、やっぱり敵の方が本拠地ということもあって数的には有利ですね。配備されているモビルスーツ全部まだ確認できていませんが、プロトタイプガンダムが配備されているのを確認してあります。これですね、プロトタイプガンダム。ここはただララーの攻撃もあってか、まずは一気撃破。負けるわけにはいかないのよ。この後シャアもドムと合流したら攻撃を仕掛けるタイミングが来るかなと思います。ホワイトベースを拠点入り口に置いて、まあ回復できる場所として確保しておく必要もあるかな。まあまずは頭獄隊中に侵入させていきましょう。まあ、どうしてもね、橋が少し遅くなる点はしょうがないとして、後続のドム隊を中に増援で入れていきます。ここはジーンももう今やゲルググノリですからね。カイのガンキャノンも入れます。このジャブロー攻略に関して言うと、エネルギーをどういうタイミングでどういう風に補充するかっていうのがすごく大変、頭を悩ますとこですね。どっかで回復をしなきゃいけないと思うんですけど、その回復の拠点がね、維持するのも難しいし、確保するのもなかなか容易ではないというのもありますからね。ではシャーゲルググも切り込んでいきましょう。切り込むときは必ずドムを一緒に連れていきます。で、隊列は先頭にシャアで、中衛後衛がドムですね。ララーもまだ前に進めるかな。数をまず最初に削れるだけ削りますか。うまくすれば第2陣が来る前に大方の戦いのね、数勢を決められるかなと思いますので、まあ、シャアとララー、あ、それにドム、これをうまく使っていきましょう。愚かな者に地球を汚染する権利はない。ズゴックはやっぱり陸に上がるとね、足が極端に遅くなるので、まあ、壁としては使えると思うんですけど、こう電撃戦のようにね、パッと前に進んでいく戦いにはなかなか向かないのかなというとこですかね。ララーの方が少し苦戦かな。エネルギーを補充したいですけど、上にある拠点に入れるかどうかというのが、まあ、ポイントになりそうですね。マグネットコーティングのついているガンダムだな。あのガンダムを撃破して拠点に入れれば、南から進行しているシャアとララーの部隊は突破できそうですね。人類を、まあ、シャアはやっぱりパイロット能力でいうと頭一つ二つ、しかも全ての能力において抜きに出てるというのがあるので、シャアゲルググに乗せておけば間違いないですね。冒頭お話した通り G3 の方がさらに強いので、まあ、G3 に乗せておけばより間違いが起きにくい、まあ、そういう、うわ、フルアーマーガンダムがいる、まあ、そういうね、編成になっているのかなと思います。一度ララーの部隊は外に出すか、防衛拠点をなんとか確保するかしないとちょっとエネルギーが持たなそうかな。代わりにドムを中に入れましょう。フルアーマーガンダムは一度無視します。無視してその分先に進んで拠点を確保しちゃうっていう方向に舵を切りましょうか。ちなみに今朝ね、首を寝違えてむちゃくちゃ痛いんですよね。まあ、湿布を貼って少し楽になったかなという感じなんですけど、首を寝違えた時の衝撃は凄まじいですよね。
気をつけないと。戦闘今のところまだ撃破された機体はないですけど、一部の機体はもう損傷が激しいので、まあ、撃破されることを前提に、やっぱり第二陣を入れていく必要がありますね。情報予算は投入します。もうお金や研究するフェーズではないかなと思いますので、ここで終わらせていきましょう。では後続を入れていきます。ここは図獄隊を、さらにザンジバルも、そして、残っていたね、ドムの部隊も入れていきます。では後続のドム隊もね到着しましたので、ドムの中に入れていきましょう。このザンジバルの中には G3 ガンダムも入ってます。 X コのねゲルグーも入って、まあ、ありていない言い方をすればもう総仕上げというところですね。モビルスーツの数でも完全にこの時点で逆転ができたんじゃないかなと思いますので、まあ、あとはね力押しをしていきましょう。拠点上には G3 ガンダムと、あとアレックスがいますね。 G3 ガンダムには U が乗ってるな。 U はパイロット能力としては申し分ない強さあるんですよね。ではちょっと傷ついたドムを弾いていって、まだ動ける戦えるドムに再編をしていきたいと思います。もう撃破されてしまっても正直いいんですが、それは最後の一押しをするときに使いたいかなと思うので、まあ、できるだけねまだ体力のある消耗していないいいモビルスーツ、まあ、ドームをね中心に使っていきましょう。モビルアーマー、まあ、ここで言うとアンザムになりますけども、アンザムはジャブローの地下拠点には入り込めなそうでしたね。うん、キャスバルが少し削られたな。これはやっぱり G3 ガンダムとかの攻撃が効いてるな。ここでシャアがやられると黒が水の泡になるので、シャアは一旦下げましょう。ここからの攻撃に切り替えます。代わりに他の部隊で攻撃を仕掛けていきましょう。バーニング隊にはララーのゲルググちょっと危ないな。まあとはいえここを明け渡すわけにはいかないし、こらえなきゃいけないところなので頑張って対抗しますか。ここまで来ると一番怖いのはやっぱりシャアが撃破されてしまうことになりそうですね。シャアが撃破されるとその時点で、黒が全て水の泡終了ということになってしまうので、ちょっとそうならないようにだけね、シャアはしっかり体力の管理をしていきましょう。さあでは G3 ガンダムとアレックスにも切り込んでいきましょう。まあ、万々が一ということに備えてシャアは一旦温存します。シャア以外の部隊で攻撃を仕掛けて確実にいけるという判断があれば、ちょっとねシャアも攻撃に参加してもらいましょうか。アレックスと G3 がスタックしている状態で、シャーゲルググのね、もう残り3分の1ぐらいまでヒットポイント削られている状態で反撃を食らうと、最悪撃破されてしまう可能性があるかなと思うのでね、ここは安全策を取りたいと思います。まあ、ララーとかはね死ぬっていうことはありませんので、このまま前線で戦ってもらいましょう。ではセイラさんの G3 ガンダムも戦いに参加してもらいましょう。シャアのゲルグもダメージ的にはどうだろう。
半分ぐらいまで回復してきたので、次のターンぐらいには攻撃に一緒にね参加してもらえればいいのかなというふうに思います。まだちょっと早いかな、攻撃に参加してもらうには。さあここはアレックスと G3 ガンダムとの戦いになります。いや硬いな、まあ、ズゴックが相手だというのはあってもこの硬さですね。どうだろう、3分の1削れたか削れてないかっていう感じですよね、きっとね。いや硬い、むちゃくちゃ硬い。もう四方からね攻撃するために囲んだつもりだったんですけど、それでもこの硬さですね。フルアーマーガンダムゲギアですね。これでようやく回復拠点もう一つ確保できました。でまた拠点にいるんでね、敵も回復してくるんで、これは地道に削り取っていくっていう、そういう戦いになりそうですね。まさに全方位から攻撃仕掛けてますけど、まあさすがに G3 とアレックスがスタックしてるところだと、さらに拠点にも乗ってるとなると簡単には削りきれないなっていう感じがしますね。でターンを進めたことによって、ことガンダムもねスタックしてきてるので、もう早く倒さないと敵がね強化されていってしまうので、できるだけで早めに倒しましょう。ん、ここはシャーゲルググに来たな、防御でしのぎきるぞ。危ない、危なすぎる。もうシャアは前に出せないよ。シャアを下げざるを得ないな。シャアはまた回復のために後ろに下げます。より強化されたと言っていいと思うんですけど、ここを倒すにはもうひたすら波状攻撃を仕掛けて敵の消耗を誘う、少しずつ削り取っていくしかないので、でさらにねまたこのターンで攻略できないと、場合によってはまたモビルスーツがこの上にポーンと乗せられてくる可能性があるんで、多少もう無理をしてでもここはねこのターンで決めるっていう気持ちで残りのモビルスーツを投入しましょう。ただシャアだけは温存ですね。15機のユニットで、まあ、全方位から攻撃を今仕掛けているところになりますけど、これでまあできればアレックスだけでも沈めたいですよね。よし、アレックスを撃破。あとは G3 ガンダム1機、またね強力なユニットがスタックされる前に残りのこの G3 ガンダムを撃破しておきたいですね。私にはこれで G3 ガンダムの U を撃破です。敵戦力の殲滅に成功しました。では、エンディング見ていきましょう。我が軍の勝利です。ネオジオンは戦いに勝利し、スペースノイドの自立を勝ち取ることに成功した。なぜこの戦いは起こったのだろうか。それはこの世界に2種類の人間がいるからであろう。つまり地球に住む者と宇宙に住む者。ならば宇宙移民が始まった頃の構想を復活させ、人類の全てが宇宙で暮らすようになれば争いはなくなるはずである。ネオジオン総帥キャスバル大君はこの考えを実行に移した。地球に宇宙要塞アクシズを落下させ、地球を居住不能にしてしまおうというのだ。しかしそれは同時に地球に住む人々を虐殺することを意味していた。
キャスバルはその罪を一身に背負うことで人類の歴史から戦争をなくそうとしたのだ。果たしてこの試みは成功するのか。結局戦いの場が変わるだけで人類は戦い続けるのではないだろうか。はい、というわけでセガサタン版ギレンデーをキャスバルのネオジオン編、プレイを行ってきました。いかがでしたでしょうか。まあ攻略で言うとね、やっぱりギレン編とかに比べるとだいぶ楽ではありましたが、カリフォルニア、ここもねきつかったですし、最初のズムシティサイド3攻略戦もねきつかったですね。では今回はねここまでさせていただいて、また次回いいプレイを続けていきたいと思います。